手の感覚で弾道をコントロール。皆さんこんにちは。ダイヤゴルフアドバイザリースタッフの上村慶太です。今回は私が考案し、そして片山慎吾プロが監修をしたダイヤプロ愛の手、こちらをご紹介したいと思います。こちらの愛の手、どういう方に合うかというとですね、特にアイアン、ドライバーでももちろんそうですし、ウェッジでもそうなんですけれども、フェースのコントロールがうまくいかない人、要はボールが曲がってしまったり、自分の思った通りの高さが出なかったり、とにかくこの面のコントロールがうまくいかない人にぜひ使っていただきたいです。で、ゴルフのクラブというのは、この棒の部分、要はシャフトの部分と面の部分、ヘッドの部分、この2つの役割が一つになっているのはこのゴルフのクラブというものです。で、ヘッドスピードを上げる、速く振る、あとはスイングの軌道、プレーンなんかはこのシャフトの動き、これがすごく大事なんです。この棒の部分をうまく振ることができれば、当然スピードも上がるし、プレーンも良くなります。で、綺麗に振れたからといって必ずまっすぐ行くわけではないです。なぜかというと、このフェースの面というのがあるからなんですね。なので、綺麗にスイングプレーンがうまく動けて、そしてスピードもアップしたと言っても、その中でフェースの面がずっと開いたままで綺麗に振っても、これまっすぐ飛びません。逆に閉じたまま振っても、これもまっすぐいかないです。なので、こういう棒の部分の動きとフェースの面の動きというのは全く別物なんですね。なので、今回はこのフェースの面の動きを良くしましょう。そのためにこの愛の手、これを使います。で、ゴルフですごくフェースの面のコントロールが難しいのは、なぜかというと、フェースの近くを持つスポーツじゃないんですね。例えば卓球のラケットなんかは面のコントロールがすごくしやすいです。こっち向けよ、あっち向けよ、上向けよ、下向けよ、いろいろできやすいんです。なぜかというと、面のすぐ近くを持つからなんです。ただし、ゴルフの場合はこの面のついているヘッドの真反対、一番遠いところを持つのがゴルフなんですね。なので、なかなかこう意識ができないと思います。そこでこの愛の手つけてみましょう。で、どこにつけるかというと、グリップの先端のところにつけます。そして、このこれをギュッとギュッとつけていただいて、これで完璧です。で、真上から見て、このピンクとブルーのこの手が正面からこう2つちゃんと見えるようにセットしましょう。そして、ここで握ります。そうすると、あら不思議、卓球のラケットを持ってるぐらいの近さでこのフェースの面を感じることができます。なので、ここで握ってスイング中のフェースの面というのをしっかりコントロールしながらクラブを振る練習をしましょう。で、当然人によってフェードを打ちたい、ドローを打ちたい、低い球打ちたい、高い球打ちたい、いろいろなご自身のミスによってこうしたいっていうフェースの面の使い方というのはあると思うので、そういう人にとって、どういう動きが合うか、どういう動きをしたいかというコントロールを練習したいですね。で、一応多くのアマチュアの方はどういう動きになってしまうかというと、スライスが出てしまう方は開いたまま、要はこの手で言うと青の部分がずっと前を向いたまま振ってしまう。そうすると、これスライスが出やすいです。プラス、あと球が飛ばなかったり、妙に球が老けて上がってしまう方というのは、要はすくい打ちですね。フェースの青の部分がこう上を向いて当たってしまってる。あと、フックが出てしまう方、左に曲げてしまう方というのは、この赤の部分がダウンスイングを途中でもう見えてしまう。そうすると、フェースが左を向いて当たってしまっているという証拠です。で、ちょっと後ろからの映像で見ると分かりやすいのですが、後ろからだと当然
最初はピンクが見えています。でトップの時、まあこの時もまあご自身でなんとなくチェックしやすいと思います。これ、自分から見てピンクだけが見えてるっていうのはこれはクローズすぎます。フェイスの面がクローズすぎる。逆に自分から見て青だけが見えてる、これはフェイスの面がオープンすぎます。なのでトップの時に、まあ、これも本当に今どういう球を打ちたいかにもよるんですけれども、なんとなくピンクと青の両方が自分の目で確認できるとほぼスクエアと言えると思います。そしてダウンスイング降りてきた時にフックが出てしまう方というのはここでバンと、まあ、ピンクが正面を向いてしまうような形になるんですけれども、正しい向きで降りてくるとここまでは両方しっかりと見えています。そしてインパクトの時は当然自分の顔は、まあ、手の位置よりも後ろにいるのでピンクが見えていいんですけれども、まあ、決してこう前を向くような向き、これは左を完全に向いてフックが出てしまう、左に引っ掛けてしまうのでこれは NG です、良くないです。前を向かずにしっかりとピンクが後ろを向いているような形でインパクトできるとちゃんとハンドファーストで当てれてる証拠になります。なので、まあ、どういう見え方、どういう使い方をしても極端な話いいと思います。でもただ自分のやりたいフェースの向き、向かせたいフェースの向きというのはどういう向きかというのをちゃんと考えながら練習するといいと思います。なので後ろから見た時は最初はピンク、トップに行った時には両方確認できて、そしてダウンスイングでも両方確認、インパクトではしっかりとピンクが見えるようにしましょう。そうするといい形で振れると思います。では続いてアプローチ、アプローチにもこの合いの手をつけてみましょう。でアプローチというのは当然転がしたりあとは上げたりというこのフェースの面をいろいろな使い方していいと思います。打ちたい球によって面の使い方は変わってきます。で例えば、まあ、あまり上げないでランニングアプローチの場合というのはずっとこのピンク、この手のひらがずっと見えてる状態、フォローフィニッシュでも見えてる状態、この状態をキープできれば低めの球が出ます。まあ、このずっとピンクが見えてる状態だとフェースの面というのはある程度安定してくれてると思います。なのでアプローチでもいいですし、ある程度、スイングを大きめに振ってラインを出すみたいな時なんかはある程度ピンクをずっと見せていた方がラインが出ると思います。で今度ボールを上げる時、上げる時というのは当然フェースを上に向ける、開くのでもう最初からこの青が見えていていいと思います。この青の手のひらがずっとスイング中見えている状態、それがフェースが開いている状態なので、上げるときロブショットの練習なんかのときは青が最初から見えてトップでもそう、そしてインパクトフォローでも青がずっと見えている形、そうするとフェースの面が開いてロブショット高い球が打てるようになってきます。そしてこの合いの手、すごくいいところは面の色が違うので分かりやすい、フェースの面が分かりやすいのと、あとはこの手の形をしているのでなんとなくこの手のひらでクラブを操る感覚というのが得られます。なのでこれをつけた状態でゆっくりでもいいのでこの手のひら、フェースの面がどういう向きを向いて降りてくると一番いい形で当たるかなと、理想的に言うとインパクト前後というのはなるべくハンドファースト、こう物を押す形ですね、押す形でインパクト前後を迎えてあげるとフェースの面もコントロールできやすいですし球の吹け上がりも抑えられると思います。なので上から見た時にこの手のひらが少し下を向いて、そしてフェースの面がまっすぐになるようなイメージで振ってみましょう。これを最初ゆっくり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 コントロールします。で慣れてきてからスピードを上げていって、そして実際ボールを打ってみるとフェースのコントロールがしっかりできるはずです。
今平周吾は自宅でも振る振る振る音で学べるスイング練習器具ダイヤゴルフ。